験者の皆様へ、標準の定量的フィットテスト実施前のポイント解説。フィットテストの目的。顔の大きさや形は人それぞれ異なります。そのため呼吸用保護具も様々な大きさや形のものが流通しています。自分の顔に合っていないマスクを装着すると、マスクと顔の隙間から有害物質などが漏れ込む恐れがあります。そのため適切にフィットするマスクの型式とサイズを決定したり、誤ったマスクの付け方を是正したりするためにフィットテストを行うのです。定量的フィットテスト準備のポイント。チューブジョイントを取り付けたマスクにサンプリングチューブを接続します。サンプリングチューブを接続したマスクを装着します。顔とマスクの間に頭髪やヒゲ、衣類などが挟まっている場合はマスクの密着性に影響を与えるため、フィットテストを実施してはいけません。マスクが顔面に密着しているか確認するためにシールチェックを行います。シールチェック後、半面経面体は15秒以上、全面経面体は1分以上待ってからフィットテストを実施します。クリップを使ってサンプリングチューブを衣服に固定します。クリップがない場合は手でチューブを持って測定しましょう。顔を上げた時にマスクがチューブに引っ張られていない状態であることを確認してください。フィットテストは立った姿勢で実施します。フィットテストの動作を開始したらマスクの装着状態を調整してはいけません。フィットテスト中、被験者はフィットテスト実施者の指示に従って動作します。タバコは測定に影響を与えます。喫煙後30分以内のフィットテストは行わないようにしましょう。標準の定量的フィットテスト各動作時のポイント。標準の定量的フィットテストでは7つの動作を各1分以上、合計9分半行います。動作内容は次の通りです。動作1、通常の呼吸。通常の呼吸を行ってください。声は出しません。動作2、深呼吸。過呼吸にならないよう注意しながら深呼吸を繰り返し行ってください。動作3、頭を左右に回す。頭を横に向けます。静止して3秒間息を吸います。息を吐きながら3秒かけて反対側を向きます。静止して3秒間息を吸います。息を吐きながら3秒かけて反対側を向きます。この動作を繰り返します。動作4、頭を上下に動かす。上を向きます。静止して3秒間息を吸います。息を吐きながら3秒かけて下を向きます。静止して3秒間息を吸います。息を吐きながら3秒かけて上を向きます。この動作を繰り返します。動作5、発声。100から逆にゆっくり数えてください。フィットテスト実施者がはっきりと聞き取れるように声を出します。現場にいる時と同じ声量で行うといいでしょう。言い間違えても気にしない、次の動作に切り替わるまで声を出し続けてください。動作6、前屈。3秒かけてゆっくり前屈します。腰を曲げた状態で3秒静止します。3秒かけてゆっくりと起き上がります。正面を向いて3秒静止します。この動作を繰り返します。呼吸のタイミングに指定はございません。無理のない範囲で体を動かすようにしてください。動作7、通常の呼吸。通常の呼吸を行ってください。声は出しません。以上が
標準法の7つの動作です。なお、繰り返しになりますが、測定中はマスクの調整を行ってはいけません。どの動作も決して無理はしないでください。測定途中で体調が悪くなった場合は、無理せずに測定を中止して、マスクを外すようにしましょう。正しく目的を理解して、正しい手順でフィットテストを行いましょう。